おはようございます。はい、ジャン君。はい、今、動画の編集というか書き出し準備ですね。の朝やっています。なんかですね、昨日作って今日の朝、アップしようと思ったら、音楽が著作権に触れるというふうにアラームが出たので、見に行ったらですね、素材集で買ったやつだったんですよね。で、なんだっけ、異議申し立てしようかなと思ったんだけど面倒なので、まあ同じサイズぐらいの、別の音楽に入れ替えてまた書き出しをしています。これが結構あるんですよね。多分、向こうの誤解だと思うんですけど、これ著作権、侵害の異議申し立てっていうのをしてから2週間3週間、そのマークついたまんまになるので嫌だなと思ってですね、使わなきゃいやということです。ジャン君、ジャン君、はい、はい、おいで、ジャン君、はい、ブラシ、今日は金曜日になります。金曜日はですね、クロケンおじさん勝手に歌うというチャンネルの生配信をしていますので、これいただき物ですが、スチーム吸入器って言えばいいんでしょうか。あ、始まった。
やります。口から吸って鼻から吐くんだとね、終わった。この周りがさ赤くなってんじゃないかと思うんだけど、赤くちょっと赤いじゃ見えないな。生配信で映るときにクマの人みたいな、ああそこだけギュッてきてるからってこと、あ、あったかくなってるからとか、うん、ジャン君は美味しい。食べ過ぎ注意してね。ポンちゃん。失礼。ポンちゃん、ポンちゃん。ポンちゃん、やばい、手悪いじゃん。はい。東京オリンピックの開会式が始まっていますが、ジャン君には関係ないんだね。ジャン君、ぐっすりお休み中です。こっちではポンちゃんもね、ポンちゃんはうとうとしている感じかな。そしてクロケンパパは毎日の作業ですね、動画の編集中です。